撮ったやろ。ママママツ、うん、それこれ脱いだ靴下おい、ほらほら、何やってんのちょ、謎すぎんなちょっとティーンが忍者になった書類ティーンが忍者になったで。ちょい、何ママツーのバッグからわけわからんもんがいろいろ出てくるね。ありがとう。あ、何撮ったの。いただいたお手紙ね。それいるね。会社で使うかな。ちゃうね。うち用に買うたやつやねそれ。じゃあこれ私がな、綺麗に直す術をなやっていったろ。じゃあこれティーンだよね。これまた別やね。え、これ母さんでいい別に。ちゃうね、これもらってん。これ失敗してんて、買い物いらんから使いいって言うから。これどうせ生活費で買ったんやろ。俺の小遣い。私だって無駄。私お小遣いないんですけど。え、でもギターのアンプとかちゃんと買いようよ。ビトンの何？ギターのアンプとかさ。え、それもさ、あなたからのプレゼントやん。プレゼントとお小遣いをさ、一緒にしてはいけないと思うんだ。だからお小遣いじゃなくて、もう全部プレゼント。なあ。さ、真っ黒でカバンの中に余計何が何かわからない。え？だからティーンが忍者になったから、後で動画撮ったでな。うわぁ！あ、でも、そこまでいかへんからいい、これ。ほら。そこまでいかへん。やろ？めっちゃ仕分けれるやろ？うん。なんなんこれ。お姉さん何してるの？え、綺麗に入れる術。なんかまとまったの。待って、元の形を把握してないと。じゃあ先にそう、カバンに入れない、それ出す。出して、そう、その状態で今収納する。はあ、して。だから旅行の時とかそのまま出すね。こういうこう。そうです。ああ。そうです。ほら見て。これは持ち歩かへん。これ無理。それは持ち歩かへんで。これ今日もらったん、昨日か一昨日か。せっかくここ入れたのに出したよ。で、ここにこうして、ほら。それいらんねんけど。ほら。それはなんか最後違うぞ。それはちょっと。こうだ。だほら見て。ジャストフィット。ジャストドゥイット。これなんか余っとんね、ほんでもう一個。捨てられるの。捨てられる。取られたらダメだから。で、捨てられる。待ってよ。ボールペンが違うねん、まず。片面に全部入れてどうすんの。違う。ボールペンっていう、違う。ボールペンっていうのは、網んところに入れて、ま、周りに字が書かれないようにしたりすんの。わかれ。わかれ。何かして。アメルツは最近の子や。ははかわいい。この小銭は、貯金箱。こういうのをここに入れとったら何が入ってるか分かるやん。前のポケットに入ってるものとか見れたらいいね。前のポケットは俺大変なのよ。大変やわな。てかそこにちゃんとペン刺すとこあるやん。どこ？あ、ほんまや。大変なの私の。すごいやろ、なんか七つ道具みたいな。うん。ただね、自分で入れなあれよ。でもこれは家帰ったらバラすもんやからいいよ。じゃあこのまま入れとくわな。このままで。これはがきはあかん、折れるから。キベラと。はい。キベラは何なの。キベラはちょっと ASMR。これは何やねん、これは。それはワイオロゴ、うん、いるね。ゴミ袋もいるね。じゃあもうそのまま入れる。だから、そう。ああ、なるほどね。まあ、そう。待って。一つ聞いていい？ここ何入ってる？ここは、何も入ってない。いや、どうして、書類が入る。ここに入れるんや。いや、いろ、はい。ティーンとさ、発狂に残ったしてさ、2対3で負けた。おまつ。おティーンとな。さて、どっちがお姉さんでしょうか。何が？どっちがお姉さんでしょうか。何が？ちょうど私とママツ。ママツ。下まで多分行ってないよ、今。おー、え、めっちゃ綺麗に入ったんちゃう、うん、入った、かなり。これでモノが迷子にならない。うん、ならない、絶対ならないね。で、ほら携帯はどこやったんよ。携帯ここ。あ、携帯ほら、ここ、ここな、携帯。そしたら出しやすいやろ。いいやん。で、閉めろよ。ちゃうね、こういうのは別にここにつけとかんでいいね。どこにつける。こういうのはここにつけとったら片方だけ重くなっておかしくなるでしょ。
おバカ。はい、綺麗になりました。そしてマスク返せ。違うよ。マスクの予備軍とかをこうやって丁寧にここに置いとくね。そしたらピュって取れる。上から取る。うん。お、便利ね。これでもめっちゃ通りやすくなったんじゃん。うん、迷子にはならんくなった。もうぐちゃぐちゃするからな。いつも触るな触るな触るな。何で私撮ったん？今外撮ったのかな。はい、いいよ。はい、いいよ。こんな感じですね。パソコンとかな、後ろは。でもちゃんと閉めてください。閉めとこ。もう横の分使わんかったやろ、この人。うん、サイドポケットがあるのに使わへんから。どこサイドポケット？この前それ説明したのに。待って、ここに何入ってるのかめっちゃ気になんねんけど。いい、映していいやつ。いいよ、見んかったことにする。ここが重いね、一番ゴミゴミ。ありがとう、ひまわりちゃんが出てきたよ。いいでしょ。いいでしょちゃうわ。いいですね。いいでしょ。ラッキーよ。でもりゅうちゃんが、あ、それ私の。